サルビー、ディアナ・サルビー・ハープは、イタリアのハープメーカー。ニューヨークフィルハーモニック公共楽団のハーピースト、で会ったビクトール・サルビーが、1955年に、自ら設計したのが始まり。日本では、銀座十字屋ハープフルートサロンというハープ教室を運営する、銀座十字屋が輸入総代理店となっている。創業者、ビクトール・サルビーの生まれた、サルビー一家は、 もともとハープ作りで有名な南イタリアの小さな町ビッチャーノの出身であり、第一次世界大戦の戦火を逃れるようにアメリカへ移った。1920年、ビクトール・サルビーはシカゴで生まれた。ビクトールの父は楽器職人であり、兄や姉はハーピストであった。その影響で、ビクトール自身もハープという楽器に引き付けられ、ハーピストとなり、そしてハープの設計を始めた。 1955年、ビクトールが自らハープを設計したのがサルビーハープの始まりである。その後、イタリアのジェノバ郊外ビラマリアにハープ工場を建設。その後、北イタリアのピアスコに工場を移転。現在もハープは一台一台熟練した職人の手で作られている。現在はペダルハープ18種類、レバーハープ8種類を生産している。 金箔や彫刻を施した豪華なものからアンプにつなげるエレクトリックハープ、練習用の安価なものまで様々な種類がある。ちなみに最も高価なハープはビクターサルビー 50th ィース・アニバーサリーで日本では1365万円で販売されている。また最も安価なハープはジュノで日本では18万3750円で販売されている。ありがとうございます。